はい、ズームパトナーズの森です。今回はですね、お話ね、今回はですね、金のね、えっ、ー、と、必要なね、あの、三大栄養素のお話をね、しつつ、これからの時期ね、落ち葉をね、地面に植埋めようかな、みたいなね、感じで思っている方もね、います <laughs> その辺のね、あのお話をね、しようかなと思っております。えー、チャンネル登録もあるぜよという方いらっしゃいましたぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでね、えー、早速お話をしていくんですけれども、何のお話するかっていうとですね、えっ、ー、とですね、ショート動画をね、たまにね、出してて、最近はね、あんまり出してないんですけれども、結構出そうかなとか思ったりね、えー、思わなかったりというふうにね、まあ気まぐれなんですよね、私結構ね。うまくいったらずっとやりますけど、うまくいかないなと思ったらね、ちょっとやめてみたりする。 ね、そういう感じでですね、えー、ショート動画出してますねで。ショート動画にね、コメントいただいてます。すべてのコメントにですね、な返信しようかなっていうふうに考えているんですけれどもね、今日撮影しているのがもう10月のね、後半でね、もう絶対ね、えー、年内にはね、返事できないんじゃないかなって思いつつね、えー、まだまだ頑張ろうかなっていうふうに思っていると。 いうようなね、感じですね。<laughs> はい。で、まあ、だからコメントね、どんどんいただければなと思っているんですけれどもね、その中でコメントいただいてますね。えっ、ー、と、枝葉や雑草を埋めて処分するとね、ン酸が不足するよっていうお話をね、えー、しております。不足されちゃうとか言う、えー、日本語のできなさん、ね、コメントいただいております。コメントどうもありがとうございます。日本語ね、えー、難しいですね。私ね、あの、得意な教科がね、えっ、ー、とね、美術。美術ですね。美術、得意でしたね。 あとね、えっ、ー、と、理科。美術と理科が得意だったんですよ。でね、国語はね、3でしたね。国語は並みです。だから、えー、おっしゃられる通りね、えー、日本語のできなさ。これだから3の人ね、大体そうなんじゃないかなって感じでね、皆さんね、えー、思い出していただいてね、あ、国語3だったなって言ったらね、これ動画撮ったらね、日本語できないね、あなたって言われちゃうというようなね、感じですね。でね、うちのね、あの、妻がね、国語ね、すごい得意みたいでね、国語ね、なんか5だったみたいな話。 出ましたね。なんか作文とかがすごい上手みたいなんですよ。でね、あの、X やっててね、X。X。X でね、あの、収益化してるみたいなんですよね。あれね、なんかあの、イーロン・マスクさんがね、あの、お金分配するからね、やってよね、みたいなね。あの、要するに、ね、すごい見られてる人には、こう、収益分配するからやってよね、なんてね、えー、いうやつでね、うちの妻ね、あの、僕、私がね、あの、夫だっていうのをね、あの言ってないでね、 あの、もう要するに顔出しもね、してないで、覆面でね、え、なんかやってるそうなんですけれどもね、今なんかね、ちょっと、ね、子供が生まれてバタバタしててね、なんかあんまやってないみたいな話してましたけどね、もう本当になんか2、3ヶ月ぐらいで収益化したそうなんですよ。すごいなと思ってね。僕もね、えっと、ツイッターちょっとやろうかな、あ、ごめんなさい。X、やろうかなと思ってね、え、思って、ちょっとやったんですけどね、向いてないなと思ってね、すぐやめました。この YouTube でもね、 あの、コメントに、コメントで返信するっていうのはね、もう本当に向いてなくてね、もうおっしゃられる通りね、えー、日本語のできなさっていうかね、その、要するに文章でなんかするとかね、なんか喋るのもね、別にそんなそこまで得意なわけじゃないんでね、まあただね、えー、まあ普通に喋れるんでね、喋ってるだけ。あとね、なんか YouTube やり始めてからね、だんだんこういうお話するのもね、まあ慣れてきたというふうなね、感じなだけなんでね、まあ一応ね、えー、得意だから喋ってるっていうわけじゃないと。 いう言い訳をね、させていただいているという風なね、感じですね。得意だったのはね、美術ですね、美術語。美術も語だし、えー、理科も語でした。だから、理論的なね、このあれがね、すごい楽しくてね、いろいろ勉強しちゃうという風なね、感じになっているというところなんですね。でですね、まあ、そのね、日本語のできなさっていうところはね、特別に何でもいいんですけれども、えっ、ー、と、臨産があ不足するよという風な感じでね、 お話ししてるんですよ今言ったね、落ち葉とかをね、こう地面に埋めちゃったら、それがね、いい土にだん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 となっていくんですよ。要するに、あの、不要土のような感じになっていくと。不熟化とか言ったりね、えー、するそうなんですけれどもね。 要するに雑草とか、あと、落ち葉とかね、枝葉っていうのは、地面に埋めといたらね、えー、もうね、分解されて、土の中で分解されてって、だん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 とそこのね、えー、ところの微生物がね、活性化していくんですよ。微生物が活性化すると、暖流化って言ってね、その、欧米化。欧米化。暖流化。 そういう感じというところなんですね。暖流構造にね、土がなっていきますね。あの、最近ね、あの、昔の動画で使ってたね、えー、なんか資料みたいなやつ、どん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 出してるんですけれどもね、それね、あの、昔の動画で使われてますんでね、そ、そこだけね、ピンポイントで見たかったら、それ見ていただきたいんですけれどもね、何の動画で使ってたのかね、ちょっと記憶にないぐらいね、動画いっぱい出してるんでね、えー、ね、えー、もうそういうことと。 いう風なね、感じなんですよね。えー、記憶の足りなさですか違いますかね。だからね、その弾流構造になっていくのに、その微生物の活性化が必要なんですよ。微生物がね、たくさんたくさんいて、たくさん働いた方が、いっぱいね、この、ね、弾流構造になっていく。いっぱい弾流構造になっていくっていうので合ってるのかな。かまあ、とにかくね、土がね、いい土になっていくんですよ。いい土っていうのは、水を保つ。 そして水はけがいいという状態になります。水持ちが良くて水はけが良かったら、肥料持ちも良くて、えー、肥料はけも良い,いというふうにね、なってますね。で、土のね、その酸性値とかアルカリ性値みたいなやつとかも、ね、その、それらの働きによってね、ならないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ環境なのかな環境ってまあ雨とかね、そういうのの環境なのかなと思いますんでね。まあ一概にはね、そこについてだけだったらね、何とも言いにくいのかなと思うんですけど、ただね、 普通、大体ですね、えっ、ー、と、ほとんどの日本の地域においてはですね、弱酸性がいいとされていて、弱酸性の土から強酸性の土の間に大体なっているというふうにね、なっているとされてますんでね。 なっているとされてますね。日本語合ってますかね。できてなかったらね、えー。日本語のできなさってね、コメントいただければね。ま <laughs> た編集しますんでね。で、まあだから要するにね、その、そういうのを目指すために、微生物をですね、たくさんたくさんこう呼び寄せてね、微生物をたくさんたくさんね、えー、働かせたいんですよ。そのための栄養になる、微生物の栄養になるものが葉っぱだったりとか、あとはね、その、 ね、雑草をこう土の中に入れておく。土の中の微生物がどん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 活性化していく。それでですね、どん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 食べていくというふうなね、動きをしているんです。土の中でね。そうすると、だんだん、だんだん良くなっていく。その中で、ね、そういうふうにしてると、だんだん、だんだんとですね、リン酸というのがなくなっていくと。 いう風なね、お話なんですね。で、そうするとですね、窒素リン酸カリっていうのが、まあ、木のね、えー、およそ三大栄養素という風にされていてですね、窒素リン酸カリ。窒素リン酸カリっていうとね、こう、覚えにくいんでね、私はね、下からね、カチリみたいなね、覚え方したんですけれどもね、要するに根に影響を与えるのがカ、カカリウムですね。カカリ、カリですね、カリウム。で、それがですね、えっ、ー、と、 根にね、影響を与えるよと。ね。言われてます。か、ち、じゃちは何だいと。そ素。っ素は何に行くんだいって言ったらね、そこね、ちょっとまあ、順番ね、あれだなと思うんですけど、まあ、真ん中でいいんじゃないかなと思いますけどね。は、えっ、ー、と、ここはですね、葉っぱですね。葉っぱに対して、え、影響をね、与えるよ。か、ち、り、 一番上に来る。まあ一番上って言われてもね、えー、今ね、何の話してんだってね、思ったかもしれない。木をね、こうイメージしてください。木。木ね。普通の木。それで、か、ち、ね、実っがはきましたね。で、リン酸。このリン酸ね、これ、ちょうどね、やっぱ木のてっぺんって言ったらね、実がなったり、花がなったりすることが多いんじゃないかなって私はね、えー、勝手に思っちゃったりしてね、だいたいね、枝の先端に花ってなって、 らないかなーとかね、なんか勝手に思っちゃったりとかね。まあもちろんね、枝のね、この手前側になるよっていう木もあったりするんですけどね。ただね、まあおよそね、そのね、中の方のね、このね、太いね、 ーだーというかね、まあ、葉っぱの話してましたんでね、今ね、えー、それ細かいことはね、やめましょう、皆さんね、細かいことやめましょう。細かいことはやめましょう。だから、覚え方ね、下から覚えたらね覚、覚えやすいかなと思って、かっちりって覚えたっていうだけの話なんでね。で、そのですね、えー、花だったり身のつきが悪くなるよっていうのが、リン酸がないと、不足していると、 そういう風になっちゃうよねっていうような感じで言われているという風な感じになります。だから、そこでね、木の近くでこうやってそういうのをやっちゃうと、そのリン酸っていうのを不足しちゃうんで、花付きがね、悪くなっちゃう。花がならないと実がなりませんからね。だから、もう同じですね。その花と実はもうセットで考えていただいて大丈夫と。 実がなる前に花になってるだけで、いきなり実になるよっていうのもあったりしますんでね。まあセットで覚えておいていただければいいんですけれども、それがですね、えー、不足しちゃうとなりにくいよっていう状態になります。たいといえいい土だったとしても、不足してたらね、やっぱりその実がね、なりにくいよっていうのがあったりしますんで、じゃあリン酸をね、そこで入れてあげたらね、どん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 こうね、えー、うまくこう、 何ですか早くね、不熟化していくというのも狙えるんじゃないかなみたいなね、えー、お話もあるというふうになっております。まあそんな感じでね、まあ窒素リン酸カリ、ね、窒素リン酸カリで大体ね、この、なんかその、肥料とかでと並んでるんですよね。窒素リン酸カリ。だから、 葉っぱだったかなーとかね、花だったかなーとかね、根っこだったかなーっていうのをね、覚えるのがね、すごい覚えにくいんですよね。でも、必ずなんかそのね、あれなんですかね、全部ね、窒素リン酸カリの順番で、どのぐらい配合されてますっていうのが書いてあるんでね、ちょっと覚えにくいなーってね、私は勝手に思ってるんでね、まあ、カチリで一回ね、根っこ、葉っぱ、花、実ですよね。 こう、葉っぱ、みみたいな感じでね、えー、覚えれればいいのかな覚えられればいいのかなというふうなね、感じですね。覚えれればいいのかな <laughs> 感じになりますんでね。だからまあ、そんな感じでね、えー、覚えていただいてですね、その木を見てね、あのー、以前もね、話ししたんですけども、木を見てね、今その木がどういう状態なのかって何が起きてるのかっていうのがね、結構ね、その分かってないとね、何していいのかも分からないっていうのがね、あったりしますんでね、やっぱよくね、その木を見ていただいて、 しっかりね、今どういう状態なのかっていうのを把握した上でいろんなことをやっていただければいいというふうになりますねい。以前ですね、以前と、まあ、こいだね、あのー、お見積もりに伺ったお客様でですね、えっ、ー、と、この木が、あの、虫に食べられて、こういう状態になってるんで、消毒してくださいっていうのでご連絡をいただいたんですよ。わかりましたと。じゃ伺いますって言って、私がまあ伺ったんですけれども、まあ、見た感じですね、どう見てもですね、えー、虫に食べられている様子はないなと。 で、消毒をしてくださいって言ってたお客様、じ、自分でね、あの、消毒なされてたんですよ。もう月に1回か2ヶ月に1回ぐらい消毒してると。もうな、なんかだん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 木が弱ってるように見えるから、まあ、調べてね、ネットとかで調べてもそれしか書いてないよっていうので、それを信じてね、えー、やってたというふうな感じだったんですけれども、実際まあ私が見た感じだと、もうその木自体がね、まあ、あの、まあある程度年数経ってたんで、その幹の寿命の可能性もあるし、まあ、 初見なんでね、なんとも言い難いんですけれども、まあ太さ、でもそんなでもないなって思ったんですよ。そこまでの、その幹の寿命というほどではない。ただね、まあ可能性と一個としてね、あるよと。で、あとはね、その、見た感じでね、その、表面にね、土の、土の表面にね、あの、苔が生えてたんで、もしかしたらね、土中の方がね、悪くなっちゃってる可能性あるなと。大体その分離してっちゃうんですよね。サラサラの土と粘土質の土が分離していくんですよ。だから、 あ、その、うまくね、この土の中の微生物っていうところの働きがね、悪くなっちゃってる可能性がある。そうするとね、やっぱり根っこから水分と養分を吸い上げますんで、それがね、うまくいってないんじゃないかなっていうふうな感じになっていて、ね、そこだけ枯れてっちゃったんじゃなかろうかというようなね、感じです。じゃあ、そうだったとした場合、どういうふうに戻したらいいですかっていうお話になって、まあ、 お客様はネットで調べた結果、やっぱり消毒をしたら治るっていうのが書いてあったというふうなね、感じでおっしゃられてたんですけれども、まあ、その、消毒をしてね、でもうしもすでにしてますからね、しかもね、消毒をして治ってないのであれば違う可能性が高いんじゃないかなっていうふうに、えー、まあ、私はお話ししたというふうなね、感じです。だから、ま、土壌改良をね、してあげればいいんじゃないですかね、とりあえずというね、感じでお話しして、まあ、納得していただいてね、えー、まあ、 ね、作業させていただくという風なね、感じだったんですよね。ですんでね、まあ何の話かっていうとですね、しっかりその木をね、見て、それがね、どうなのかっていうのを判断していただかないと、どういう対処になっていくのかっていうのがよくわからないっていうのがありますんでね。まあなんでね、その窒素が入ってるからとか、リン酸が入ってるからとか、カリーが入ってるからっていうところだけに、ね、絞られ、絞ってね、えー、見ちゃうとね、間違ったお手入れ。 機のお手入れっていうことになっちゃう可能性がありますんで、これかもしれないし、これかもしれないし、これかもしれないっていうね、何個かのパターンでね、えー、見ていただくとね、いいのかなって、その時思いましたんでね、しっかりね、やっぱりその、 ね、えー、知識があるとかね、何回か見たことあるよっていう人にお話だけでもね、えー、伺うっていうのも一ついいことなのかなとかね、思ったりしましたんでね。えーまあ、そういうところもね、ちょっとお話ししとこうかなと思いましたんでね、今回のお話という風な感じになっております。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。コメントいただけたらね、えー、コメントにね、えー、コメントはしないで動画で返信しているという風なね、感じになりますんでね、コメントね、いただけたらなと思っております。<laughs> えー、という感じでですね、えー、チャンネル登録もありますよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。